みんなの背中を見てる時がやっぱり一番いいですね。本当にやってきた仲間だなっていう。本当に僕以外は多分誰も心配してないんじゃないかなって思います。次の生学にこうバトンを渡すってことが。本当に日が散りに似てると思うんですよ。なんかすごい自然と涙が止まらなくなっちゃって、めちゃめちゃもう大好きです。全員もう家族みたいな感じじゃないですかね。誰よりも一緒にいますから。手に胸なんかずっと頭の片隅にあって、なんか一つ大きくなって帰ってきたなっていう印象でした。終わりが迫って、やばいな、やばい。僕たちのテニミュー本公演終わったなっていうのがまた増してきたんで、これから頑張ったよっていうふうにいろんな方々から声をかけていただいたんで、これから背負っていくんだっていうのはすごい感じましたね。9代目性格でやってきて、でなんか忘れてたものを取り戻した思えて。